千夜五平全や五平開五年11月21日は、江戸時代後期の加賀の商人、海運業者、金沢藩の御用商人を務めた。生命の略から、戦後とも呼ばれる。陽名はモスケ。五平は、千夜代々の当主が襲名する通称だが、この項では、最も著名な最後の当主について説明する。千は、戦国時代に滅亡した倉氏の末裔を称し、 初代の吉右衛門が金沢に移住して以来、両外省のほか醤油醸造、古木商などを手広く営んだ家系であった。父が金沢の外交である宮古市を本拠に海運業を始めたが、不審となり一旦廃業。この五兵が39歳の時、七流れの船を調達して海運業を再開した。宮古市は当時流星した北前船航路の重要な中継港であり、 米の売買を中心に商いを広げ、最盛期には戦国済みの持ち船を20艘以上、全所有船舶200を所有し、全国に34店舗の支店を構える交渉となった。ライバル商人との商船や船の難破などの苦難、各地での商売の様子など、五兵の商業記録は彼の手記、年々と目に詳細に記されている。また、各地の用地を買収して、 神殿開発事業や支店を開設するなど業種、商業権を広げ、将来の経済界の変動に備えたリスクヘッジも行っていた。また、ゼニコは外国との密貿易を行っていたということでも有名である。もちろん当時は、鎖国体制か外国との交易は厳禁されていたが、金沢藩への健上金への見返りとしても認されていたと言われる。 ゼニゴは、ホンダとの経済論や、からくりしとして、なお知られた、王の弁吉などに影響を受けていたと言われ、海外交易の必要性を痛感していた。エゾ地のカラフトではアイヌを通じて、サンタン交易を、くなしり場所や、エトロフ場所に属した、エトロフ島近海では、ロシアと抜けに取引し、また自ら香港やアモイまで出向いたり、アメリカ合衆国の商人とも交易したといい。 オーストラリアのタスマニア島には領地を持っていたとも言う伝説すらある。これらの前後伝説の中には信憑性に疑問があるものも少なくないが、ある程度までは事実であったと思われる。地元金沢では、金沢藩の勝手法を用係として、藩政実務のトップにあった奥村栄美と結び、雇用銀調達の任務にあたるとともに、藩のお手船採去すなわち藩が所有する商船の 管理人となって、商売を行い距離を得たという。しかし奥村が、やがて死亡し、対立する、改革派、黒羽織党が、藩の実権を握ると、五兵の立場は、微妙となる。五兵は、河北方の監督開発工事を受けようが、労働者として雇った、地域住民と賃金のことなどでもメタ挙句、地域住民は全員解雇し、能登国の宝出し者を、 労武者として雇い入れた。しかし難工事の上、地域住民の妨害などにより工事は遅れ、五兵自身の体の衰えもあり、歓声を焦った。そこで、李氷へらと相談し、埋め立てに石灰を使った。石灰は別に毒ではないが、投げ込んだ箇所で魚が窒息死することがある。これを見ていた住民が、千夜が毒を流したと言い立てた。周辺の農民、 漁民から猛反発を受け、五兵は、この養蔵ら11名と共に投獄された。五兵は噂を否定したが、結局極死死、他極死6名、張り付け2名、英老2名など、千夜は財産没収、加盟断絶とされた。江戸幕府が鎖国政策を改め、開国に転換する日米和親条約の締結のわずか2年前のことであった。 民族学者の宮本常一が昭和25年7月下旬に津島津村朝野に住む80を超えるという梶田富五郎を訪ねて聞き取ったものとして以下の話が紹介されている。かつて朝鮮人参を仕入れるための密貿易が行われていたがその対象が千夜五兵であった。加賀の千夜か千夜の加賀かと言われるほどの加賀一番の大金持ちで、 また大きな海鮮問屋であった。津島までは日本の服装と歩でやってきたが、津島を過ぎると朝鮮の服装と歩で変装し、朝鮮人になりすまして朝鮮へ渡った。これを真似る者が当時数知れぬほど多く、津島の役人の目をかすめては朝鮮へ行ったという。死後、五兵は海外との密貿易を行って距離を得たということで、 悪徳商人の典型とされ国評されたが、明治維新後はむしろ、鎖国体制下で、海外交易を試みた先駆者として評価が高まった。ゼニ号が挫折した河北方の干宅は、昭和28年から国営事業として行われ、昭和60年に完成した。なお現在、石川県金沢市の千夜の旧宅の一部は、戦後の館として公開されており、隣接して、 千夜五平記念館が併設されている。この話の概要は次の通り。明治二十四年の数年前、豪州に行った日本のカルワザ氏がタスマニアで後、六個の秘石を見つけた。苔を剥がして確認すると、カシウゼニア語へ入り用地の文字が現れ、人々は驚いた。しかしその話が現地の英国人に伝わり、秘石は英国人の手で直ちに撤去された。 それら秘籍の所在した場所が土地の境界であれば、セニア、五兵の領地はタスマニアの1、3に及ぶと推定される。この話について、その頃タスマニアに渡った日本のカルワザ師の存在自体が疑わしいとされることもあったが、ノンフィクション作家、遠藤雅子の調査により、タスマニアの地元市マーキュリーの明治20年1月13日から18日付け紙面、及び、 ローンセストン・イグザミナーの同年1月12日付紙面に日本人工業団ジャパニーズ・ビレッジの一行のタスマニア訪問について書かれた記事が存在することが確認された。斉藤健、稼ぐに追いつく貧乏なし東洋経済新報社1998年 PQ。ありがとうございます。